アニプレックスアワーブリーチ TV ステーションパーソナリティ黒崎一護役の森田正和です。いやー、無事に劇場版のアフレコ終わりました。今回はすごい、すごいですよ。何がすごいって、それはぜひ12月22日に劇場で確かめてください。というわけで、各シーズンお届けしているこの番組、今夜はですね、一体どんな放送になるんでしょうかね。ブリーチとですね、青鬼プロダクションが送り出す世紀のリーサルウェポン、この人が登場です。寝る通訳カリナトモコです。お前がやめろいや、なんで書いてあるんだから読んだだけだよ。すいません、ラジオをお聞きの皆さんですね、決してですね、お宅のスピーカーが壊れてるわけではありません。こちらのマイクが壊れてるわけでもございません。これが地声です。はい、うまいね、こんなんで本当によろしくお願いします。相変わらず高い音が出てますねどんどん高くなってきちゃうから困っちゃうね。ピンピンいってるよ。本当に犬も逃げる感じですマジで犬逃げんの？逃げます。はい、そうなんですか。はい、ぜひですね、リスナーさんは逃げないような、はい、もうよろしくお願いします。逃げないでください、はい、慣れていただきたいですね。はい、慣れていただかないとね。はい、習うより慣れろで習うより慣れろ、はい、お前がな、うん、ああ言えばこう言えばもう何でも返ってくるから。ああ言えばこう言えばじゃなくて、それで終わんないだろああ言えばこう言うだろ本当に、本当にね、トモちゃんと一緒にやるのね、お世話係みたいで大変なんだよ。あ、そうですね、ツッコミとこ満載でさどこで終わらせたら今分かんなくなっちゃった。もう永遠にこの話を続けたいの俺ははい、でも今日はちょっと頑張りますので、はい、頑張ります。なんていうのね、よろしくお願いします。若干日本語でお願いしたいなと、はい、いうことでございますが、はい、これもうたくさんコーナーも用意してますんで、はい、早速行きましょうかね。行ってみましょう。はい、ということで行きましょう。今夜は俺、黒崎一護と寝るかお届けします。最後までいくだすよ。ブリーチ V ステーション。やめれ、やめてけろ。はい、改めましてこんばんは、ブリーチ黒崎一護役の森田正和出す。はい、森田くん当番、はい、ネルトゥ役のカニダトモコです。すいません、くんはつけなくても大丈夫ですなんか呼びつけすると森田当番でやるそうです。なんかすいませんそんな、そんな今さらなんかファンの人に怒られちゃくないと思ってそれは俺も同じだけどね。あ、そうですか。じゃあ大丈夫です、お互い気にしないってことで。二人ともね、お互いを敷いたげつつねこの番組を進めていきたいとあ、まあ、じゃあそういうことで、そういう感じで、はい、はい、ということでね、さてですね、はい、ネルトゥ、はい、ね、まず、はい、このまあ、ネルトゥをやる前、はい、ブリーチ知ってた？あ、知ってたよ。知らなかったな、それな。知ってる、知ってる。なんでブリーチは有名な作品だから。ね、ともちゃんがね、ちょっとね、幼稚園児みたいな喋り方するときは嘘をついてるときだよね。鼻乾いてるよ。鼻乾いてる。知ってたって思って。そんなに俺おかしいこと言ってないよでもね、そういうすごいなと思って、長寿番組の片足突っ込んでてすごいなと思ってあれ、なんで、ちょっと待って待って、長寿番組の片足突っ込んでるってないそれまだいい方向で使えるよ。まだあれだ、今褒めたつもりすっごいめちゃめちゃ、褒めたつもりかもしれないけど、だいたい片足突っ込んでるってワード自体が、私だってね、前パートのおばさんと一緒にお仕事してたのよ、うん、新宿高島屋にいた時にいた時に、その時に、うん、すごい褒め言葉で、うん、本当にいつも若作りですよねって言ってちょっとね、微妙にね、すいません、褒めてんのにマイナスポイントになっちゃうことが多いから、今もね、すごい気持ちはわかんだけど、そうそうそう、うん、気持ちはわかるんだけど、使い方大失敗だね、うん、まあ、大失敗が多いからね、うん、今のも本当に気持ち的にはすごいなっていう意味をね、わかる、したかったんだけど、ね、多分みんなには伝わってるんだけど、そうかな、みんなには伝わってるんだけど、多分彼らともこう知らない人間はムカッときてる可能性はあるどうしよう、まあでも褒めたつもりなのでよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、というですね、まあ長寿番組に片足を突っ込んでるブリッジでございますけれど、そんなね中で寝る役、はい、寝る役、寝るトゥ、はい、これいきなり来ました、ポーンと、はい、最初にまあキャラクターデザイン等々見たと思いますが、一番最初、はい、思ったこと、はい、ともちゃんが思ったこと、うん、アジュビジュアジュビジュってなんだよお前さ、さっきからさ、それでさ、人ならぬさ音出すのやめてくれる
困んだよ。アジュビジュってなんだ。もうそういうイメージですよ。もうそういうイメージ。アジュビジュのイメージね。もうアジュビジュって感じ。確かにね、的確に捉えてますわ。アジュビチュだからね。でもすっごい気に入ってて、うん、最初見た時からなんかもう愛着がすごくあって、うん、なんかもうすごいなんか自分が結構こうなんていうのかな、すごい役にこう、うん、熱くなきゃみたいなのは全然なくて、そんなにこういっちゃった感じだって。どん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 、そう言いながらかなりね、ともちゃんはスタジオの中で真面目にこのネルを追っかけてますよ。だってさ、もうみんなさ走ってるわけでしょ。まあそうだけど、でもあれ、うん、アランカル編入ってから、うん、新しいメンバーガーッと入ってきてるからね、うんうん、だからネルもその一人で、うん、まあ皆さんその新しく入ってきた方たちがやっぱり一様にみんな、はい、苦労を ね、ご苦労なさってるわけですけども、でもさ、セットになってる方がですよ、ゴーリさんと小安さんなんですよ。私セットって言うなお前。お前もさ、なんかなんていうの、まあセットやな。なんだっけ、よくバリューパックみたいな。それすごい、私が考えたことよくわかったね。もうなんとなくな、嫌なんだけどな。まあそういうことですよ。だからでも私そんなのポテトがいいかなみたいな感じ。うっせーよ。ゴーリさんが多分ハンバーガーとかじゃない、やっぱり。確かに ね。え、じゃあペッシェは？あ、これさ飲み物です。飲み物か。チュロチュロ系ですよ。それは確かにそうかもしれん。ね、なんか炭酸かな。はい、なんかわかんない。ゲップとか。なんだよ。よくわかんない。でもまあだからこそ、うん、ついてかなきゃみたいな感じで。そうだね。すごい強力な二人だもんね。すごかった。でもお二人とも、うん、なんかいろんな現場でご一緒させていただいてるんで、そういう緊張感はなく、そうか、あと割と自由じゃないですか。自由だね。あの三人はね。そう、それで現場でも自由ですよね。そうだね、本当ね。自由だね。だから私が結構いっぱいいっぱいになって、うん、ガガ泣くシーンで、うん、台本に書いてあることを、うん、ガガ泣きながら、だからどこまで行ったか分かんなくて、何回も同じとこ読んじゃってもオッケーだったりするじゃないですか。あれありえないから本当。だからすごいよ。今までね、ともちゃんしかいないから。この人ですね、あのネルの長ゼリフで1行目を5回くらい読みました。それがオッケーになるというですね、前代未聞です。言ってること分かんなくなるって、危機感を触れたら。いやそうじゃない、その気持ち、それ分かるよ、気持ち的なこと分かるんだけど、はいはい、ともちゃんね、あの、はい、言ってることがもう分かんない。でもねるちゃんも多分言ってること分かんないと思う。分かってるわ。だからそういうことではなんかこう いいんじゃないかなと思って。そうか、 OK だったらいいんでしょ。あのね、雰囲気はすごい伝わってんだよ。よかったじゃん。うん、メリメリ使ってんだけど、だけどこっちで聞いてるじゃん、はい、そうすると何言ってんだろうこいつ。そう、何ってこう電話が今だったもん。で必ずあのスタジオ内でともちゃんが話し始めると、みんな一様に思ってるのが、お、なんか出てる、なんか出てる。でもね、なんか出てるよね、いつもね。出てるね。あれ何出してんだろうね。わかんない。なんかでも液体出してるよね、いつもね。だから合ってるかななんて思いますね。まあ合ってるかもしれない。ネルも出すからね、はい、出してますからね。出しますからね、はい、素晴らしい状態でございますけれど、はい、その3人とですねずっとやっていくわけですが、この3人といえば、はい、無限追跡ごっこ、無限追跡ごっこやっております。楽しそうでしょうね。でこれなぜかというと、ネルがド M だと。うん、そう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 。これどうですか。私ね、いつもね、あのね、 S と M のあれが分かんなくなっちゃう、いつも。なんかどっちが S でどっちが M だっけ。 S はスモールで M はミディアム。違うっちょで、あのね。お前に突っ込まれるとムカつくわ。いやいや、でもさ、あれいつもさ、砂鉄がつく方どっちだっけとか思わない、なんか。あ、磁石ね。そうそうそう、磁石ね。 S 極とそれ N 極だよ。そう、それが M じゃなくて N 極。そう、でも私大人になるまでちょっと SM の意味が知らなくてさ。あ、知らなかった。そう、今分かってる。今知ってる、うん、エルちゃんをやったことによって M が分かるようになったんでしょ。 M 何。 M はいじめられたい人ですよね。そう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 。で S はいじめたい人ですよね。そう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 、そうですよ。ネルは M なわけ、ド M なわけしか。うんうん、そうそうそう。ともちゃんは。私ね、うん、なんでニコニコなってるの。そうなんだろう。なんでこの質問にニコニコ答えるの。いや違う、だからなんか両方持ち合わせてると思う。あ、なんかすごい、なんかすごい。確かにどっちだろう。すっごいいじめたい時もあるし。え、あるある。甥っ子とかすごいいじめてるもん。なんか待て待て。こういうか、小さい、そうそうそう、こういじめるな。でもなんかそれで、ああ、こう頑張ってるところがいいなと思って。がそうそうそう、頑張るわけだ。頑張る。あと、そうですね、なんかちっちゃな動物から見ると蹴飛ばしたすいません。じゃあ蹴飛ばすっていうか、ぬいぐるみとかさ、ぬいぐるみとかさ、蹴
中とかやりたくなるじゃん。なんかいらない、なんか、放送中不適切な発言があったことをここでお詫びいたします。何すごい、なんかこう可愛がりすぎて、うん、潰しちゃいそうな感じがする。ゴーリさんじゃないんだから。でもなんか本当にだからゴーリさんの気持ちがすっごいよくわかる。いじくりすぎて変にしちゃうんだよね。なんかなんていうの、だからそういう部分ではあれなんだけど、危ねえな、なんかでも、うん、自分は結構そういう部分持ってんのに、うん、いじめられることも多いから、うんうんうん、どっちも持ってるんじゃないかな。どっちも持ってるということで、はい、まあ、どっち絶対いじめたい方でしょ。俺はね、みんなに言われるんだけど、うん、M でもありやっぱ S でもあるとは言われるよ。え、嘘、いじめられた、どうやっていじめられる、いじめられた時どうする。しょっちゅう俺いじめられてるじゃん。いじめられてる、見たことパクさんとかパクさんとかパクさんに。嘘、いじめられてる。いじめられてる、いじめられてる、見てることない。いじくられてる、いじくられてる。あ、そうなんだ。大変ですよ。そうするとどうするの。は嬉しくなってくるよね。そうなんだ。じゃあやっぱり両方だった。ブリーチ B ステーション、意地悪はやめてけろ。はい、ブリーチ黒崎いちご役森田正勝と森田トーマイネルチークの国のトモカをお届け中、アニプレックスアワーブリーチピーステーション。続いてはこちらのコーナー、リヌくん勉強ペア。はい、け波打ち際より、はい、け波打ち際より。ここの部分のリヌくん勉強ペアのところ、あれでしょ、心足に変えましょうな。もう、ラジオさんの地下にあるという謎の勉強ペア。このコーナーは僕が打ち上げるフォローに負けないように、リヌく、つまりパーソナリティ力を略して、パカを高める、俺も日本語喋れないわ、特訓方法リスだから募集してます。紹介したメッセージの中から必ず一つの特訓方法を次の放送までに習得してまいります。前回選んだ特訓方法はこちら、霊力を高めるために森田正和の滑らない話を披露してみよう。キャー、森田くん素敵よっよっ。ということで、滑らない話、滑らない話、滑らない話、はい、やりますよ。世の中でも最近ね、ね、DVD とかで出てますからね。滑らない話、難しいですけどね、はい、これね、あれは自分次第ですよね。あの、なんか自分のちょっと自分がこう負けちゃいけないよね。まあまあまあ、そうですよ、空気にね。そうです、そうです、もう負けずにこう、これはだからね、私いつもこうしてるの。何、あのね、自分がこう滑ったなと思った時には笑って、ごめんなさい。まあ、それってでも笑い情報なんだけどね、世間的に言うと、うん、一挙よしってやつですよね。うん、あとね、笑い情報だと得するよね、結構ね。なんかそれ以上危険な発言しないでね。はい、はい、ということでですね、はい、早速ですね、滑らない話楽しみにしてきました。やっときますけど、うん、あの、うん、ともちゃん自体ね、うん、滑らない自体、滑らない人なんで、ともちゃんにも滑らない話していただきますから、考えててくださいね。いきましょう。それじゃあ参りましょうね。じゃあこれでいこう。じゃあ、まずは、まさかす、もーりたの、滑らない話。あのですね。なになに、僕よく電車で、まあ、電車でいつも通勤してるんですけど、うん、電車乗って、ちょうどね、2時とか3時とか、まあ、お昼過ぎて、うん、まあ、若干、あの、電車の中空いてるなーっていう状況で乗ったんですよ。うんうん、で、まあ、席は全部埋まってて、うん、まあ何人かこう立ってるよという、うんうん、もうその立ってる一人だったんですけど、うんうん、でその席の前に、うん、あの釣り革をこう捕まえて立ってた、うんうん、で駅ブシューって着いたら、うん、そしたらそうね、ちょっとまあお年目50代ぐらいの小柄なおじさんがね、うん、すっごい大きな荷物持って、うん、電車の中に入ってきたのよ、うんうん、どっこいしょっつって入ってきたの、うん、でそしたら俺の隣にふっと来て、うん、その荷物をね、うん、網棚の上に乗っけようとしたの、うんうん、よって、うん、したら、うん、それ乗っけ終わる前に電車がガタン動き始めたわけだ、うんうん、そしたらうまく乗っけらずにドーンって落ちたの、うんうん、で目の前に座ってる人の膝の上にドーンって乗っかっちゃったの、うんうん、その瞬間そのおじさんが、うんうん、はっ、なんだ俺のせいだ言ってそのまますって上にプッてこう網棚の上に乗っけることが可能だったというですね、うん、そういうお話すごかったですよ。そうですか、そうです。お前さっき自分に言ったやんさ、笑えばどんな話も面白くなる。いやいやいや、笑ってるじゃん。そうですかね、切ったろ。
まあでもそんなことがあったんです。いや難しいね、滑らない話ね。おいおいおい絶対面白いね今の。あ、ほんと面白かった。さあ、じゃあ次に行こうか。やー、どうしよう。え、続いてはトモコ、カエダの滑らない話ぶら。うわー、どうしようかな。そうですね、はい、これどうしようかな。まあ、いやかもう面白いですよ。いろいろあるんですけど。あ、ありそうですよね。すごい、うん、ちっちゃい時の話をします。はい、ちっちゃい頃、はい、まあ私お姉ちゃんがいるんですけど、あ、ちっちゃい頃ってよく、うん、お庭に、はい、肥料とか言っておしっことかしたりとかしませんでした。しませんでした。もういいんじゃないですかこの話。すごいな。知ってるでしょ、みんな知ってるよ絶対。みんなどうしてそうやってカッコつけようとするの。まあまあ、いいや、絶対ひでるって。まあじゃあ肥料撒いたとしましょう。それで、そうそう、それで、うん、なんかよくね、うん、やっぱトイレまで間に合わないことが多いじゃん、幼稚園の時とかって。なんかだから、はいはい、おしっことかをして、歯時があったんですよ。それで、それがちょっとだけ私、エスカレートしちゃったことがあって、それで、ペットを飼ってたんですよ。それで、うち、トイレ二つあるんですけど、両方とも塞がってることってあるじゃないですか。ね、うち、家族4人いるから、うん、誰か入ってて、そういう時に、もう、完璧なおかしい、もう、お姉ちゃんって、ちっこい頃思ってて、まあ今でもちっちゃいっちゃちっちゃいですけど、それでなんか、その時に、もうどうしようもなくなって、もう一個トイレないから、だから、ペットのトイレで、トイレしたんですよ。いたんですよ。で、なんか、それでちっちゃいから、まあ、ああ、よかった。おしっこ漏らしちゃったらね、で、その時に、両方しちゃったの。おしっこと、うんちを両方しちゃったんです。で、なんか、でもね、漏らすよりかお母さんに怒られちゃうしとか思って、まあ それでなんか、一応とりあえずほっとして、安心したらもう忘れてたの。ずっとちっちゃい頃とか。そのまま、テレビとか見て、お菓子とか食べてたら、そのお母さんが何も知らずに、ワンちゃんとかのトイレ見て、あら、今日は立派なのずいぶんしちゃってって言って片付けてた。だけど言えないから黙ってよって思って、いまだに言ってないよ、お母さんに。お母さんぜひですね、この放送聞いてください。でも私はお母さんとか黙ってること2回ぐらいあって、2個あって、それは車を学生になって運転して、結構ね、なんていうの、ホールとか、こうなんか曲を聴きながらやってて、ホールとかこう、知らないうちに車がどんどん左に寄ってって、こう、ガーンとかぶつかって、ホールがコロコロって転がっちゃって、ホイールだ、ホールって何だろうと思ってたのに。で、そういうことがあって、はい、いけない、ちゃんと運転しなくちゃ、まだ新人さんだからとか。いや、もう事故だから。そうそうそう。それでコンビニに行ったの。そしたら、大きな電柱みたいなのがあって、それに気づかなくて。気づけよ。おかんだろ。まだ新車だよ。新車をガンってぶつけちゃったの。で、トランクのところがピコーってへこんじゃったの。それで、やばい、絶対怒られるとか思って、それで、お父さんが、じゃあ、そしたら、うちね、車庫に入れ、お母さんとか運転下手とか入れられなくて、その時ってちょっと道路に止めてるの。そしたら、お母さんとかが、まあ、誰かにいたずらされちゃったとか言って、なんか、いたずらだと思ってたの、それが。だから、それでお父さんとかが、ああ、まあ、きっと誰かがいたずらしちゃったんだな、とか言って、私ぶつけたってちょっと言いづらくなっちゃって、でお父さんがトンカチとか持ち出して、角側からへこんだの叩き出したの、それ余計ちょっとひどくなっちゃって。そうだよ。それで、なんか、そうしたら、なんか、ほら、寒川神社とかさ、そういうやつの、ステッカーな、ステッカーみたいな丸いのあるし、それをいきなり貼り出したの、その後ろのところ。遅えよ、もう。それで、なんか、3枚ぐらい貼らないとちょっとそれが埋め合わせできなくて、
かなりその長い間3年ぐらいそのままの状態でうちの車があって、今もう新しくなったんだけど、そのことも未だに実は私がやったんですっていうことが言えずに終わっている。ああ今日家帰ったらですねだからそのトイレの話と、はい、あのその寒川神社のそのシールの話は、ああ、ありがとうございました。すいませんでした。滑らないトイレも お父さんとお母さんにねもうちょっと注意深く観察しようっていうことを僕は言いたい、はい、さあということですね、素晴らしい、滑らない話ありがとうございました。滑っちゃったね今ね。滑ってない、はい、なんで、はい、今回の霊力勉強部屋の判定をねお願いしたいんですが、はい、クリアかクリアかならずでお答えください。どうでしょうか。クリアならず。なんでやねお前2話も話しといて。違うだから好き放題話して私が、うん、さあ次の特訓方法を決めていこうっと。もう特訓方法決まってんねん。こちらあの千葉県のですねラジオネーム誠さん、はい、霊力を高めるために今年も劇場版ラジオ CM を作ってみてはいかがでしょうか。去年聞いていてすっごいと思ったのでぜひということで、はい、去年もですねメモリーズブノーバディのラジオ CM 僕作ったんですよ。おー、なんで今回もですねこれを作りたいというふうに思ってますんで、うんうん、よろしくお願いいたします。お願いします。ブリーチ V ステーション。本当に申し訳ありませんでした。はい、ということで番組ではみんなからのメッセージ待ってます。すべての宛先寝るから郵便番号52-8501大阪テレビ大阪ラジオすいませんラジオです。ラジオ大阪アリプレックスアワーブリーチビーステーションそれぞれの係まで待ってるっす。すべてのお便りの宛先はすべて小文字ブリーチアトマーク OBC1314.com ブリーチアトマーク OBC1314.com ブリーチは BLEACH だす。もう何も言うことないわ。というわけで、はい、今週でですね、今夜でカナダさんとお別れということで、はい、楽しかったですか。楽しかったです。そうですか。晴れしたりナイス。あの本当もういいです。はい、もういいけど、でもまた来てください。また来たいです。これは本当楽しいんで、幼稚園をねまた滑らない話やりますよろしくお願いします。はい、ということでこの時間のお相手は黒崎一郎役森田正和と森田当番ネルズ役の狩野智子でした。それではまた再来週、バイバイ。ブリーチ V ステーション。